それではお待たせしました。ここで連帯の挨拶をしていただきたいと思います。僕たち先ほど毎週金曜日関電神戸支店前で行動を続けているというふうに言いましたけど、僕たちがこの行動する大きなきっかけになったのはやはり2012年の反原発の大きな運動のうねりだったと思います。先日8月ですか、戦争法反対の行動で12万人の人が国会前に詰めかけたっていう風になって大きなニュースになりましたけど、実は2012年も同じ光景が国会前で起こっていました。その行動の中心を、してきた首都圏反原発連合のミサオ・レッドウルフさんに、連帯の挨拶をお願いしたいと思います。お願いします。皆さんこんにちは。今、紹介に、預かりました、首都圏反原発連合の、ミサオ・レッドウルフと申します。よろしくお願いいたします。今日皆さんちょっとお寒い中、本当にお疲れ様です。私は昨日金曜官邸前講義だったんですけども、今167回目ですね、毎週、未だにやっておりますけども、初めて休みまして、それまで解禁だったんですけども、ちょっと最近あんまり体力的に自信がないもんで、前の晩に、大阪の方に入って、本日、こちらに参加させていただいております。官邸前講義も今お話をいただいたように、もう3年以上前です。もうすぐ4年になります。最初の、大井原発再稼働反対ということで、官邸前で、その時にですね、経産省の、ストレステスト聴取会ですね、それで、合格をしまして、その後で、政治的判断をするということで、官邸で4閣僚が、政治判断をするということで私たち呼びかけて官邸前での抗議が、始まったわけですけども、皆さんご存知のようにその時は、結果的に、野田元首相が再稼働をするということで、それで爆発的に、10万人20万人の人たちが、2012年の、夏にですね、官邸前にあふれたという、そういった経緯があります。それから、いろいろ政権変わったりとかいろいろありましたけれども、私たちの方ではとにかく粘り強く、全ての原発の再稼働、そしてエネルギー政策の転換を訴えないといけない。私たち東京に住む人間はやはり政府のある、その中枢でやはり大きな声を上げていって、各地と連帯をしていく役割を担っているというふうに考えまして、私やスタッフ一同頑張って毎週続けております。ただですね、やはり安倍政権になってから、そこにも安倍政治を許さないののぼりなども上がっておりますけども、さまざまな憲法に関わる問題に至るまでですね、いろんな、悪いことを、やっておりますので、今一つこう市民運動の力がですね、ちょっとやっぱり分散しているということもありまして、やはりここのところ、官邸前抗議も、以前に比べれば、参加者は減っておりますけども、それでも、毎週、500人から1000人ぐらいの人たちが、毎週、声を、上げるように訪ねて、来てくださって、私たちや、さようなら原発、それから原発をなくす全国連絡会の代表者と、懇談をしました。本当に現地の方たちは311以降だけでなく以前からずっと、福井の原発、高浜を含めた、福井の原発のことで、ずっと運動して、苦労してらっしゃる、その方たちにとって特にやはりこの24日のこの決定というのは、大きな意味合いを持つものであって、そしてやはりこの、これが、仮処分がダメということになってしまえば、年明け1月にでも再稼働高浜はするかもしれないという、ここまた今本当に大変な、窮地に立っているというふうに、私たちも感じておりまして、官邸前も私は昨日は参加できませんでしたけども、昨日の、金曜講義ではですね、やはり高浜原発再稼働反対ということを、メインに置いて、大きく、考慮したというふうに、私のメンバーの方から、聞いております。そして今日のこのプリントなんですけども、この申し入れ、ここの井戸兵庫県庁、この、広域連合の、この一番偉い人なんですよね。この肩書きは連合長というふうになっております。
で、本当に前回は、ここにも書いてありますけれども、この大井原発の時にはですね、この関西広域連合が最終的に容認したということが、やはり、一つ、大きな、再稼働に進むステップになって、というふうに私たちは、報道を通じて、理解しているわけですけれども、今回一応、私たちからしたらこのベストな申し入れではこの項目はないとは思います。皆さんそう思っていると思いますけれども、やはり一つのストッパーに、なりうることであるというふうには、見えます。ですので本当にここは今回はこの広域連合の皆さんにも、最後まで踏ん張っていただきたい。こう踏ん張っていただかなければ本当にもうとんでもない原発再稼働、仙台原発に続く再稼働をもたらしてしまうということにつながるというふうに思ってますので、本当に今日はいらっしゃらないと思いますけども、この井戸県知事には本当に自覚を持ってですね、自分たちがこの地域の日本全国の責任の今すごく重要な部分を担っているこの組織であるということを自覚していただきたいと、そういうふうに本当に心から考えますし、もうこれ粘ってもらえるんだったら土下座しますぐらいの感じで、皆さん本当にこの申し入れ、これを何とかこれをストッパーにしたいっていうふうにもう考えてらっしゃると思いますけども、もうどんな圧力にも負けないでここに名前を連ねてらっしゃる吉備町の皆さんは本当に頑張っていただきたいと私は思います。それでですね、いろいろお話ししたいことはあるんですけども、一つ最近再稼働をされてしまったという一つの例、先ほども言いました、鹿児島県の、仙台原発なんですけども、私たちも仙台原発再稼働ということに言われ出してからですね、県議会ですとか現地の集会ですとか、うちのメンバーと一緒に何度も参加させていただいてきました。で、先日残念ながら再稼働しました。その時も私含め数人のメンバーで一緒にゲート前の仙台原発のゲート前の方まで来ました。でもちろん現地の方もいるんですけども、やはり仙台の本当に薩摩仙台市の中の反対の方っていうのはやっぱり少ないですね。なかなか声を上げづらい、地元の地元になるとやはり声を上げづらいということで、30キロ圏内の方ですとか、あとはやはり県内の皆さん、それから県外の私たちのような多くの人たちが集合したわけですけども、その県内のちょっと若い方たちのグループの皆さん、天文館アトムスという方たちがいらっしゃるんですけども、やはり彼らも熱心に自分たちの表現方法でずっと活動されてきて、やはりゲート前にもいらっしゃいましたけども、本当に再稼働した瞬間にですね、その瞬間にみんなゲート前にいたんですけども、やはり 女性のメンバー、男性のメンバーも皆さん、泣いてらっしゃいました。もう本当に悔しいということです。でその悔しさっていうのは何かというと、やはりもちろん再稼働されたというそのものの悔しさもあると思うんですけども、このもう全国的にも国民的世論は脱原発です。7割以上の人たちはもっとですね、原発はなくてもいい、なくてもやっていける、なくしてくださいと思っているのに、勝手にいろんな理不尽な進め方、不十分な進め方ということでやられた、やはりそういった悔しさ、理不尽な再稼働であるというところが、やはりその涙につながったふうに考えております。本当に日本ではチェルノブイリ以降に脱原発の運動は盛り上がりまして、ただその後はだんだん収束をしていきました。ただその20年以上、長い間30年以上ずっと頑張っていらっしゃる方たちもいますけども、やはり残念ながら世間は事故を忘れまして、それでその間に日本は原発がどんどん増えていった。そして 3.11 で多くの人がやはり原発はダメなんだという、おそらく原発の下の字も忘れて暮らしてた方が多いと思うんですね。一般的にはやっぱそんなもんだと思います。本当に電力っていうのは目にも見えませんし、どうやってどっから自分の電気、使ってる電気が、来るのかっていうこともやはり自覚的にならないと、なかなか日常の生活では意識できないと思います。ただやはり福島の原発事故というので、多くの皆さんが電力のこと、そして原発のことを意識するようになった。でそういったことでやはり
3.11 の原発福島原発事故以降は、反原発の運動の大きな全国的な流れにつながったと思うんですけども、そういったことで全国でもちろんここの地元もそうですし、大きなデモがたくさん起こり出してですね、大きな脱原発のうねりができたわけですが、そういったうねりのこう一番可視化された状態だったのが2012年の夏の首相官邸前抗議、10万人20万人の人たちが官邸前に押しかけたということだったと思います。それから、当時の民主党政権は、緩やかではあります。2030年代というのは、私たちは即ゼロを言ってましたので、ちょっとあまりにも緩すぎるのではないかと思ったんですけども、それでも、長期的な、段階的に、脱原発をしていくということを閣議決定はできませんでしたけども、党の方針として、定めました。それはやはり全国の、運動の力だったと思うんですけども、その後、安倍政権になりまして、2014年、ちょうど去年の4月にエネルギー基本計画、これにおいて、原発を重要なベースロード電源に定めるということを勝手に決めまして、私はもう本当ここが今のこの再稼働ラッシュの原点である。もちろん皆さんそう思っていらっしゃると思うんですけども、これにしてでもですね、本当に多くのこれ国民的世論、脱原発世論があるにもかかわらず、勝手に数人の人たちで決めてしまったという、こういった流れはあるわけで、本当に私も今そうですね、2006年頃から運動しています。でそんな20年30年ほどやってる方たちより短いですけども、このやはり10年弱の間にも本当にいろんな流れを見ておりまして、本当に権力の理不尽さといいますか、もちろん権力持ってる人がすごくできた方だったらばこんなことにはならないんですけども、よりによって今この安倍さん、この自民党の安倍さんのこの政権というのは本当に大きな、私は罪を今作っているのではないかというふうに考えております。一応15分というふうに言われて、今ちょっと私はストップウォッチを見てるんですが、まだ大丈夫でしょうか。はい、じゃあちょっとですね、お配りされてないっぽいんですけども、私たちのリーフレットデモだけではなくて、リーフレットを作っておりまして、これがまた全国などに発送して、10万20万部って30万部多い時は出ます。で、今日用意してるのはですね、仙台原発再稼働やめろっていうのと、あと伊方原発再稼働やめろというリーフレットがあります。でもしよろしかったら、お手に取ってみてください。で高浜のリーフレットも、作っているんですが、実は在庫切れになってまして、でそれでちょっと新しく、24日の裁判の結果を待ってから、修正して、改訂していこうということですので、ちょっと本日はここの講義にふさわしいリーフがないんですけども、そういったリーフをですね、私たちはどういうふうに使っているかといいますと、集会とかこういうところに来てらっしゃる方たちはもう十分問題を分かってらっしゃるので、そういう方たちではなくて、もっとデモに来ないような方とか、お友達に配るとか、そういったようなことで、利用をしております。それでうち のホームページの方から、申し込んでいただければ、基本的には無料で、発送しておりますので、ぜひその裁判も終わって、多分1月中ぐらいにはですね、高浜原発の、リーフもできますので、問題をあまりよく分かってないような皆さんに、いろんな、例えばポスティングっていうのも結構私の知ってる方たちは個人的に一人で1000枚とかやる方もいらっしゃいます。いろんなやり方あると思いますけども、ぜひ、高浜原発のリーフもできたら皆さんに活用をしていただきたいと考えておりますので、今リーフがどこにあるのかわからないんですけども、ありますか？あそこに今手を挙げてらっしゃいます。もしよろしかったらちょっと後で、お手に取ってみて、そこに申し込み方法とかも書いてありますので、ぜひ、活用していただきたいと思います。喋りたいことはいろいろあるんですけども、やはりちょっと最後にこの今の再稼働ラッシュ、これにこれも本当おそらく、沖縄の基地の問題もありますし、今の、安保関連法、この
人間鎌倉の中で参院選でみっともなくもこうのいて委員長がこんな暗闇の中で、採決文をもじょもじょと読み上げたという、私はそこが煮えくりだってしょうがないんですけども、そしてこの原発再稼働問題、もう本当にあと TPP いろんな問題ありますけども、やはりこの、安倍政権に、まず退陣していただけなければいろんな問題は良くならないというふうに、私たちは考えておりまして、首都圏反原発連合でも、安倍政権の実行委員会という、グループを呼びかけました。で、私たちは自民党加わっておりますけれども、シールズの皆さんでありますとか、あと組合の皆さん、いろんな、問題に一緒に取り込む、みんなで、東京の方で安倍政権のというデモをやっておりまして、これはやはり1万2万3万人と人々が集まります。やはり今はこうやって、具体的なこの再稼働反対、今日の集会はこれはまさに具体的な、ポイントを絞って、的確な、私は行動であるというふうに、本当に、思っておるんですけども、こういったようなことの積み重ねと、あとはやはり安倍政権を倒していく、私たちはやはり今安倍政権がある限りなかなか原発の再稼働は止まらないのではないかというふうに、非常な危機感を持っておりますので、これはシンドリイシューということではなく、みんなで力を合わせて原発を止めるためにも、安倍政権を、打倒していく、来年の参議院選に向けて、野党共闘を、私たち市民が、ボトムアップで政党の皆さんにさらに呼びかけて、ここは、自民党の議席を減らして安倍暴走政治を止めていく、そしてそれは、原発の問題にも、つながることなので、みんなで力を合わせて、本当に全国の、大きな、連帯で、原発を求めて安倍政権も、止めていく、本当にこれが来年の焦点であると考えております。ひとまずはこの24日の、裁判の、この決定、これは本当にもう私の方もじわ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 ともうずっと気になっているんですね。この決定というのはものすごく大きいです。最初の勝った時に私も福井地裁の方に河合弁護士さんに、宇佐美さんも来ればって言われて、言っておりましたけども、感動的なですね、あの判決文ですね、名文ですね、やっぱあれをひっくり返さないでほしいというふうに心から、願っております。皆さん粛々と、裁判の、結果を待ちつつですね、それでもどういう結果であれ、私たちの原発を、止めるというこの、意思は、変わらない、それ以上に、どんどんもっと声高に、訴えていく、必ず、私たちは原発のない未来を、掴むことができるというふうに私は実感しておりますので、これからも、一緒に、頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。